京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。おっと、山の白菊くゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に西のチェニル入ってゲートイン完了です。スタートしました。山の白菊スタートのタイミングが合いません。リーゼングロスこちらもダッシュがつきませんでした。スイートガバナー前に行きそうです。トロットマーディンそれに続いています。さらにはベジロカーラ1番トロットチャームその後ろ西のチェニル、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。先頭は山の白菊、短期の逃げに持ち込めるか。トロットマーディンすぐ後ろ、すぐ後ろにセイウンインファ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の山の白菊現在先端に取り付いています。竹のダイヤ前走は大敗してしまいましたが今日はどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。ビクトリアクラウン先手を取りました。その隣にスイートガバナー、その横にシルクウィーク。山の白菊好位をキープ、少し開いてムーンライトノート並んで15番トロットバーディン。さあ先頭はまだ栗色の馬体ビクトリアクラウン、スイートガバナーほとんど差がありません。シルクウィーク3番手山の白菊いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビクトリアクラウン、シルクウィークその後ろ並んでスイートガバナー、ムーンライトノート続いています。その外からはフラワーピクシー、内からはセイウンリンファ、その外からはトロットバーディン。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは山の白菊、突き放しにかかります。残り 200m 山の白菊先頭だ。山の白菊力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手は竹のダイヤ、山の白菊独走、山の白菊ぶっちぎりです。山の白菊1着、2着は微妙です。山の白菊牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。さあこれからです。さあ先頭に立ったのはユリノアトラクト、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアグネスライン、先頭を捉えるか。残り 200m 先頭はアグネスライン、一気に捉えるか。トップセンターアグネスライン先頭、ミスター CB、 ミスター CB もう一伸び、先頭はミスター CB、 1着でゴールイン、ミスター CB 1着、2着にはどうやらアグネスライン、ミスター CB 見事1番人気に応えました。
京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠の皆川マンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。山の白木好スタート、フロストキング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフロストキング行きました。続いて前へ行くのは山の白木、さらにはアジシバ王、12番競泳プロミス、その後ろハーフナイスと後方に控えました。では前の方から見てみましょう。山の白木先手を取りました。ジョン・ヘンリーすぐ後ろ、その外にアジシバ王、さらにはスカウティングミラー、内からは競泳プロミス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のサイエーソロン、現在最高峰です。山の白木前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭からフロストキング先手を取りました。間が空いて北の力王、その隣にジョン・ヘンリー、これに続いて山の白木、先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。アジシバ王すぐ後ろ、その後ろにスカウティングミラー、並んで G12 勝アンバーシャダイ、その後ろからはセンチュリーアス、その隣に競泳プロミス、その横にスタネーラ、その外から皆川マンナ、その後ろにエイプリルラン、並んで G13 勝オールアロング、すぐ後ろにトドロキヒホ、合計機を通過していきます。ここで山の白木先頭に変わりました。山の白木後続を引き離す。2番手はフロストキング、ジョン・ヘンリー、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。山の白木先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はアジシバ王、懸命に追いすがります。エイプリルランいっぱいになった。残り 200m、 山の白木先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はエイプリルラン、山の白木1着、山の白木完勝、山の白木1着、2着は微妙です。これが三冠牝馬の実力だ。山の白木